こんにちは。今日は D 調の第一ポジションの外弦を練習したいと思います。正確なポジションで正確な音を出すには左手の基本的な形が重要となります。手の形なんですけれども、自然な丸みのある形にします。ちょうど何か丸いものを持つような形で、そしてそのまま親指と人差し指の付け根を竿に押し当てます。そして、弦に置く 指の部分なんですけれども、ちょうど爪の下の部分ですね、の尖った部分が弦の上に来るように、人差し指、中指、薬指と置くようにします。そして親指なんですけれども、親指は自然な形で上を向くようにします。下になったり横になったりしないように、上を自然な形で上を向くようにします。そして、演奏するときに気をつけたいことは、このここの部分がだんだんと下に下がりがちなんですね。それを落ちないようにちゃんとポジションを定めて、演奏するように、注意深く気をつけて、練習をしたいと思います。それでは今日は D 調の音階で外弦を練習してみましょう。